縁台縁台は、個人の家の庭や、近所の路地において、休息や夏場の夕涼みなどに用いられる、主に木製の腰掛け。大人が一人か二人くらいが腰掛けて、ちょうど良いくらいのサイズが、一般的。家に、縁側のない家では、これが、縁側代わりになることもあった。俳句の夏の季語で、縁台を読んだ句は、多数ある。作家のいぶせますも、東京日日新聞に、 文壇演題俳句と題して、白井教授、今井邦子と共に、自分の句を出したことがある。ただし、この句には、演題は出てこない。もうそっと、時期になれ、稲妻こぼす雲の足。演題は日本では、江戸時代には一般化しており、浮世絵でも演題に腰掛ける、美人が安置、演題美人図、宮川長春、演題美人図などなどが描かれている。また、演題将棋は、 庶民の気軽な楽しみとして、昭和40年頃まで都市の住宅街で見かけられた。中国やインドでは現在でも、住居や店舗前に設置した園内に腰掛けて、休憩する光景が見受けられる。杉やヒノキなどの木材を使用しているものが多いが、屋外で使われる家具であるため、耐久性や移動に配慮された竹製、アルミ製ものもある。 ウッドの組み立て式のものが市販されているほか、エクステリアの一部として、ウッドデッキに調和した製品もある。九州各地に円台を意味する、バンコという方言型がある。この語は、ポルトガル語バンコからの借用語と見られ、円台が外来であることを伺わせる。四国では店作りと呼ばれる、建築様式があり、昼間は折りたたみ式の円台に商品を並べる、陳列台として使用し、 夜は、雨戸として併用されていた。阿南室戸歴史文化堂の徳島県天群、郡、海洋町には店作りの街並みが残っている。に通った例として、池波翔太郎の小説、見学商売の中で、深川の又六が、畳2枚ほどの円台で、うなぎ売りの店を出しているという話が出てくる。また六は、このシリーズ作品の常連の脇役で、複数の作品に登場する。 福井県には、がったりと呼ばれる折りたたみ式の縁台がある。別名を、用店と言い、四国のものと同じように商品を並べる用途を兼ねる。園台美人喫煙図高知風物船東洋町の、店作り、福井の伝統的民家用語解説福井県、福井プリフェックチャールガーバメント。ありがとうございます。